はいどうも、ビバです。こちらの熱帯魚、僕の大好きなプリステラ、背びれと尻びれの鉢みたいな模様と尾びれの赤が特徴的な魚です。あ、後ろにチラチラ見えてる赤い顔のいやらしい目つきをしたやつはラミーノーズテトラです。あれもね、可愛いんですけどね。このおとなしいプリステラ、実は先日ですね、こんなシーンを見ることができました。こんな感じで一番大きい個体を他の3匹がずっと追い回してるんですよね。普段こんな慌ただしい動きをすることがなかったので、なんかすごい気になってカメラを回してたんですけど、後で調べてみるとどうやら繁殖行動っぽいんですよ。大きい追われてる個体に他の3匹が体を寄せて、なんかプルプルプルっと震わせてる仕草とかも結構見ることができました。この水槽には比較的おとなしい魚しか入ってないんですけど、普段こんな慌ただしいことないのでちょっとびっくりしましたね。ラミーノーズもなんかテンパってますね。プリステラは結構体高があって見栄えのする魚なので、こんだけ群れになって泳いでるとすごい迫力があります。じゃあしばらくちょっとこの様子を見守ってみましょう。最終的には水草に頭を突っ込んで動けなくなってしまいました。ちょっとかわいそうですね。一応この後無事に脱出はしたんですけど、この状態でもオスが周りに寄ってきて体を震わせる行為をしていました。プリステラの卵はばらまき型らしいので、ひょっとしたら近いうちに水槽の中に稚魚が泳いでる姿見れるかもしれません。というわけで今回はプリステラの繁殖行動かもしれない映像をお届けしました。今後進展があればまた動画にしてお伝えしたいと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。